日程風水暴略説とは、日本が韓国併合時代に朝鮮半島で行った政策の中で、風水によって朝鮮民族の民族正紀を奪おうとしていたとされる説。弾脈説、朝鮮弾脈説とも、韓国では日程弾脈説、民族正紀抹殺政策や風水侵略論と言われる、いわゆる国家的な陰謀論の一つである。韓国は、 歴史的に風水説や風水地理説が根強い土地である。風水は中国で理論としてまとまった後に白木時代の朝鮮半島に伝わり、少なくとも高麗時代には風水に基づいた異性がなされている。朝鮮の風水は主に有力者たちの間で用いられたが、18世紀までには庶民の間にも広まったと考えられている。 朝鮮半島の風水の特徴の一つに政治との結びつきの強さが挙げられ、前途の際には風水に基づいて候補地が検討されたことが知られており、現在でもソウルは優れた地脈を持つ理想的な風水都市だという意見もある。また、風水と並んで祖先崇拝も強い朝鮮半島では、墓の立地は極めて重要であり、李朝末期に、 朝鮮を訪れたアーソン・グレブストは、悲劇の朝鮮の中で、庶民がソウルに住みたがる理由の一つとして、墓の多さを挙げており、今でも家や墓の立地が、風水に基づいて決められることはよくある。特に日韓併合当時、風水上好ましいと思われる土地には、それが明白に墓地という区画であるかどうかに関わらず、他人の土地や国有地であっても、 朝鮮の人民が勝手に死体を埋葬し、さらには後に自分たちがその土地の借地権や所有権を主張するという悪弊があり、総督府の土地調査においてもろもろの紛争を引き起こした。こうした風水に基づく発想や慣習は日本からすれば異例のものであり、朝鮮総督府が3.1独立運動の原因を探るためにまとめた資料においても、朝鮮における風水として、 大きく扱われていた。また、朝鮮半島の歴史では、しばしば風水で、地脈を断ち切るという伝説が登場する。例えば大層は、自分と対立したリカオルミキの墓が、全州の風水で、吉時とされる場所にあることを知り、山に急を据えて、地脈を断ち切らせたという。また、1797年に清祖は、高来末期に、 民から使わされた同志である女子空が、橋川の剣徳山に5本の手作を打ち込んだせいで、北漢に人材が出ないという、手作り断脈説を唱えた。さらに、西京大学の蘇義留守教授は、風水侵略史研究史論で、文読、慶長の役の時に、民の将軍である、李女将が、漢温度、中世道、全羅道、継承道などで40以上の地脈を断ち切った。 という調査結果を発表している。高文優は、朝鮮総督府が頭を悩めた問題の一つとして、風水を挙げている。特に鉄道建設用地の買収は困難を極めたといい、当時のソウル都市建設計画の試行責任者であった、本間徳夫の苦悩を挙げている。朝鮮総督だった、斉藤峯が止めてしまいというほど、鉄道や道路の布設は風水を断ち切るという理由で、 猛反発を受けた。また、1912年に日本が朝鮮で三角測量を実施する際には、三角点の標石の下に魔物が埋められたので最悪がやってくるという流言飛語に騙されないようにと注意する通達を出すほどだった。これら都市計画は最終的に李銀の同意によって進められたが、風水を立つために、 都市計画を行っったとといいう現在の風水侵略論へとつながっている。第14代韓国大統領のキニ・ヨンサムは幸福50周年を記念したいわゆる歴史立て直し事業の中でかつて日本が朝鮮半島で行った政策により韓国内に残存している文物が日程残死であり排除されるべきだと訴えたその中には当時の日本が 韓国の地脈や民族の正気を立つために風水侵略を行ったという非難があった。その例として有名なものに日本が山頂などの風水上の要所に手作りを打ったという日程の手作りがある。我が国民大多数は日程が我が民族正規を抹殺するために全国の名山のあちこちに手作りを打ち込んで地脈を立ったことをよく知っている。 1995年2月から全国で実態調査を行い、180本の手作りを確認し除去作業を行った。変化と改革、金四無政府国政5年資料集、黒田勝弘は、このような説を日程風水暴略説、風水的マッカーシズムと呼び、批判している。過剰な風水論と、 ナショナリズムが結びついたものだと断じ、韓国マスコミの情緒的な反日主義が原因であり、韓国人の被害者意識が背景にあるとする。黒田は、韓国マスコミの多くが風水侵略論を事実として報じる一方で、疑問を呈した記事を掲載した雑誌が一心あったことも、平気している。民間レベルの手作り除去運動は、歴史の立て直し事業以前からあったといい。 現在でも民間人による私的な除去作業が盛んである。1メートルを超えるものからごく短いものまで様々な手作りが今も引き抜かれているが、そのほとんどは測量用の杭だという証言も多い。手つくい以外で有名なものには朝鮮総督府庁舎がある。朝鮮総督府庁舎は単純に日程残死として判断された以外にも、 風水学の観点から王宮を塞ぐように立っていることや、さらに王宮に対して生態せず、斜めに立てられていることから問題視されていた。最終的に、朝鮮総督府庁舎は、歴史の立て直し事業の中で解体され、その解体作業ではパレードが行われるなど、祝賀行事としての性格があった。これらの説については、そもそも日本人は風水を信じているものが少なく、 高等無形な説であって、黒田は、韓国社会におけるある、種の伝説と断じている。ただし、ソウル大学社会学科のシン、久シ教授は、日本人が風水を信じていないとしても、風水を信じている、韓国人に挫折感を植えるために行ったと、主張している1995年に解体された、旧朝鮮総督府庁舎。ありがとうございます。